日本スポーツカセット文庫。激辛プロレス評論家菊池隆、反骨スポーツライター二宮清澄、魂の解説者竹内浩介、激突プロレス論争。日本にプロレスという格闘スポーツの花が開いて早35年、力道山、ジャイアント馬場、アントニオ猪木らが連綿と築き上げてきた血と汗と涙の決勝は、鶴田、藤波、天竜、長州、そして UWF の前田へと受け継がれつつある。そうした大きな世代交代を背景に、今日本のプロレス界は激動の時代に突入した。トップの座をめぐる猪木と藤波、長州のニューリーダーとの確執と対立、全日本プロレスでは天竜革命が大きな波紋を呼び、さらに新生 UWF に目を転じれば前田明の台頭がマット界全体に衝撃の嵐を起こしている。そんな混迷の中で新しい時代を迎えようとしている日本のプロレス界、今こそマット界はどうあるべきかを真剣に論じる時である。常にシビアな感覚でそうした激動の時代を見続けてきた3つの視点、絡みの効いた切り口で定評のあるプロレス評論家の第一人者菊池隆、あらゆるジャンルの格闘技に精通しているスポーツライターの二宮清澄、日本テレビのプロレス解説者としておなじみの竹内浩介の3氏が熱く本音で迫る激突プロレス論争のゴングが今高らかに鳴る。それではまず新日本プロレスが抱えた幾多の問題点からお話を伺っていきたいと思います。アントニオ猪木をめぐる藤波長州との世代闘争のこれからの行方あたりからお願いしましょう。まず今その猪木とその藤波とのこの対立が今なお尾を引いているわけですけども、菊さん、これ見てですね、この構想の展開というか今後がどういうふうになってきますかね。まあ、今後っていうか現状でもう猪木はかつての猪木ではないけどチャンピオンでもないし、でもまだ猪木時代ということでね、だから藤波と長州が同じ線に並んで猪木を追い落とすという構図が一旦崩れたわけだから、うん、で藤波が一歩リードしてるからやっぱり藤波と猪木っていうことにまずなるんじゃないかな。藤波がチャンピオンであるしね。そうやっぱり長州はこの問題に今ちょっと若干、うん、まあ年末のタッグ、うん、まあ、イルミネーションですね、うん、これで猪木と組んだという部分もありますし、うん、ちょっとやっぱり交代気味というか、今当面はこれやっぱり猪木、藤波の一つの戦いがターゲットの目標になってますよね、うん、これは。だ長州が組んだことが一歩交代というか、あるいは長州の作戦かもしれないしね。藤波に猪木を倒させておいて、その藤波を倒せばかえって楽なんだから、長州の戦略かもしれないしね、それはね。でも二宮さん、そういう面ではね、これで長州がこのままやっぱりずるずるとね、その術中にはまっちゃうというか、新日本のフレームの中に入っていくわけには彼の立場的にこれいかないですよね。またまあそうやってほしいと思うんですけども、ただまあやっぱり猪木を倒す一番近い立場にいるのはまあ藤波だと思うんですよね、うん、長州の場合でも最近そのかつてのエネルギーが薄れてきたように思うと、でなんとなくこう政権を前上、猪木君の政権を前上っていうんですか、うん、それを狙ってるんじゃないかなっていう気もするんですね。その点はやっぱり長州はやっぱり早めに自分のアピールっていうんですか、うん、それをもう一回やらないことにはもう忘れされてしまうんじゃないかということもあると思いますね。だから長州にしてはですね、やっぱり全日本レースジャパンプロからですね戻った段階のその一瞬の勢いがあったんですけど、その後がどうもなんとなく尻すぼみというかね、なんか今一つ長州らしさに欠けてる部分があるんですね。それが人が見るとやっぱり遠慮してるような部分もあるし、なんか長州ってもっとやっぱり自己アピールの強い選手だったと思うんですよね。 そうですね。それがなんかこの戻ってきてからは非常にやっぱり、まあ、さほど猪木その藤波の顔色をかかってるとは思わないまでも、何かねちょっと自分が一歩退いてるような立場をその守り続けてる部分があると思うんですよね。ただその維新軍団とかジャパンプロレスでやってた頃はいわゆる外から猪木を攻めるという立場にいたわけよ長州は、うん、だ今度入ってきたら藤波よりももっと中へ入り込んでるわけ、その猪木の、うんうん、だから中からその後継者という形で猪木の後を継ぎたいのか、うん、外から倒したいのか、そこのところの今言った二宮君のアピールがないんだよな今ですね、うん、
あのかつてあの長州が藤波とか前田とかに、木村健吾ですか、うん、あの猪木を倒そうと呼びかけましたよね、ええ、その時点で、ね、一つ長州の限界が見えたと思うんですね、うん、それは仲間徒党を組まないと猪木は倒せないと、うん、その時点で猪木を祭り上げたという結果としてそうなったと思うんですね、うん、でその辺から長州の戦略に狂いが出てきたと、うん、僕は見てるんですよね。あの時長州はやっぱり対猪木一本に絞ればよかったのを、ねね、一つ の, その戦いの拡大というかね、はい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 、やっぱり若干ちょっと余分な部分まで巻き込んで別な方向までやっぱり自分で出しちゃったわけですよ ね, そうですね。藤波来い前田来いって言ったから猪木もいろんな人間集めて軍団構想になっちゃったから、うん、もうあそこで完全にすり替えられちゃったわけだよな。ですね、うん、だからあれが確かに長州の人との新日本の再登場のインパクトを与えた反面、うん、戦いの模様が非常に曖昧化しちゃったというかね、うん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 、やっぱ長州らしさが一つの後退しちゃった部分がありましたよね。でいつも小山の大将でいたい長州がさ大将3人作っちゃったから、うん、その中の一人になったからそれに気がついたのがあの巌流島の後だと思うんだよ、うんね、軍団こそ終わったと、うん、これから俺が突っ走ると、うん、言ったけど突っ走れなかったからね。結局なんか3人でやるのに慣れちゃったというか、うん、1対1ではまだ猪木がちょっと上にあったということかね、うん、その点猪木は上手くて藤波とか長州にまだまとめてかかってこいとか言いますよね、うん、はい、そのアピールによって彼らはこう一山いくらという価値にだから例えばその長州にしても藤波にしても、ね、前田にしてもあの段階ではその一山いくらではなかったと思うんですよ、はい、俺は俺だと思ってたけども、猪木がねお前たちと言った段階でね、うん、やっぱりひとまとめされちゃうんですよ ね, そうですね。で1対3でも猪木が出せなかったってことになっちゃったからね。結局そういうことですね。やっぱりヘッドワークの点で猪木の方が1枚も2枚も上だったと、うん、いうことは言えると思うんですよね。あとその藤波のですね飛龍革命 の, その集大成っていうのが一つ の, その IWGP ベルトを取りなおかつ猪木を相手にその一応防衛戦を行ったという一つの過程にあると思うんですけども、この藤波の人の飛龍革命ですね、これはどういうふうに見てますかね。まあ、藤波本人にしてみれば IWGP 王座を取って猪木の挑戦を退けたとこで藤波時代が来るという構想だったと思うんですね。図式はそうですよね、うんうんうん、ところが猪木があれだけの勝負やってあ猪木はやっぱりまだできると、かえって猪木の大きさをまた一つなんとかアピールさせちゃった面もあるからね、うん、だからやっぱり未だに IWGP 王者であるけど藤波は猪木の下に見られてるから、そういうイメージをひっくり返すのはこれ大変だと思うわ。実績だけでひっくり返らなかったんだからですね、うん、あの IWGP のベルト自体がやっぱりかつてほどの価値がまずないと思うんですよね、うん、でその価値がなくなったってことも猪木はすでに知ってるんですよね、うん、しかし藤波はその価値のなくなった IWGP に夢を求めたという、うん、この辺もまあさっきのヘッドワークの差だと思うんですけども、うん、その辺あの考え方を切り替えていかないと IWGP のベルトも、まあ、単なる一つのベルトだと、うん、いうふうに藤波の考えを切り替えないといつまでもベルトにこだわってたらますます泥沼に入っちゃうんじゃないですかね。だから藤波は今一つの路線変更としてね、一つ の, そのタイトル統一戦ってものを考えてますよね、はいはいはい、ただこれも一つ の, そのベルトのまだね一つのこだわりという部分 で, そうです、ね、本当の藤波が何かねやっぱり猪木を超えるなり、はいはい、今それ も, もうそんな時間はないですよね藤波の場合、はい、今なすのはただベルトを統一すればね、じゃあもうワンステップ上がるかっていうのも非常にこれ微妙な問題ですよね。そうですね。ただもうファンの目からしたら、まあ、今いろんなところに今天竜の方、まあ、後に出ますけど前田の方行ったりしてですね、はい、IWGP のベルトの争奪戦には目を向けてないんですね。ファンはそれはありますね、その辺はやっぱり早めに察知しないといけないんじゃないかと、うん、そうですね。ただ猪木があれ渋々ながら返上したわけよな王座を、うんうん、であの時点で猪木が持ってる時点ではあの王座は価値があったんで猪木もその価値を認めてたわけ、うんうん、それが藤波に取られてからの猪木の動きがあの価値を落としちゃったと思うんだよ。そういう点は猪木ってのはものすごいうまいと思う。ですから持ってれば持ってるでね、うん、猪木はそれなりの別の、うん、あのベルトの価値を高める方法を講じるだろうし、うん、逆に失ったと同時にそれに上回る自分の動きで、うん、ベルトの価値観をやっぱり一つの、うん、ね下げていっちゃうわけですよね、役者は上だよやっぱりね。その猪木ですけどもね、今現在一つのその、まあ、ソ連とのですねレスリング戦争なり一応その世界戦略という大きな目標がこれあるんですけどもね、そのまあ、この一つの世代闘争の延長線上でね、猪木の引退の X デーって問題も当然これ微妙に絡んでくるんですけども、ちょっとこのところ猪木 の, その引退という二文字が非常に薄れかけてきてますよね。またこのあたりはどうでしょうね、今後の展開として。肉体的に一時はもう限界だなという誰もが見てたんだけど、うん、60分をフルタイム戦ったということでみんなの見方がガラッと変わって、うん、みんなの見方が変わると猪木って男は自分も変われるられる男だから、うん、X だったらまだだいぶ先になったんじゃないかな、あの一試合で、うん、まあ、馬場がですねその一時まあ引退するかどうかっていうのがあったと思うんですけども、うん、ファンはとにかくもう馬場勝たなくてもいいから馬場が見たいっていうことになりましたよね、うん、それで逆に馬場の人気が高まったっていうのがありますよね、うん、で猪木の場合も佐々木さん言われたように60分フルタイムまだできると、うん、
であの長州が言ってますよね、あの猪木さんはいつまでもリングに上がっていてほしいとか、うん、そういう面での猪木の価値っていうんですか、うん、あの別に勝たなくてもいいけど猪木の奥義にまだ触れていたいと、うん、いうようなこれから空気は強くなると思うんですね、うん、そうなると XJ っていうのはますます遠のいていくんじゃないかなって気がしますね。ただでも猪木のね一つのあのやってきた道と自分のものの考え方とやっぱり猪木のあのバイタリティから見るとね、馬場のような道は歩かないと思うんですよ、うん、と思うね。やっぱり猪木と長州の共通点というのは自分が常にトップでいなければ承知しないっていうところがあるから、ですからおそらくトップスター、うん、メイベンターのまま辞めなければ収まらない人ですよね。やっぱりその最初から 3,4 試合目で取ってもね、うん、その引退の時期を3年4年延ばすかって言ったらそうじゃないですよね。そこでダメと思ったら2年やれてもやっぱりそこで辞めなきゃなんないのがやっぱり猪木の宿命だと思うしね。日本で負けたらまた世界戦略って表で出てくるんじゃないかな、ですかね。そうなってくとやっぱりここしばらくやっぱりちょっとその猪木の引退って問題はこれ棚上げというか、そうですね、出てこれないですかね。それにやっぱり藤浪とか長州の行動にもかかってくるんですけどもね、あの首刈り人の力があまりにも今弱いですよね、うん、その辺の相対的なあの力関係を見てもやっぱり当分引退にはないんじゃないかと思いますね、うん、ここでやっぱり一つの猪木の引退が伸びですね、やっぱり藤浪長州の一つの世代闘争がいやいやこれまあ硬直状態ですよね。この中でその第三世代と言われている連中はですね、この後やっぱりどういう伸び方ってしてきますかね。今の長野とか橋本とか武藤ですね、うんうんうん、いやターゲットを猪木に絞るっていうのは俺正解だと思うのよね、うん、やっぱり藤浪倒したところでまだ上に猪木がいるということで、うん、やっぱり倒すべき目標は猪木って決めたのは正解だけど、それを彼らの力でできるかってやっぱり藤浪長州の協力がなければ俺は無理だと思う、うん。僕は、まあ、あの東根三重市ですか、はい、まあ、彼らには非常に期待してるし、またそれでも力持ってますよね。で結構スター性もあるし、そういう点であの長州藤浪よりもかえってむしろ可能性があるんじゃないかと、うん、まあもちろん藤浪と長州の力は借りないといけないんですけども、うん、むしろ何かをこう突出できるっていうんですか、うん、あの壁を破れる力っていうのは彼らの方にあるんじゃないかなという気がしてますね。新日そういう面でね、今やや確かにその低迷状態にはあるんですけども、その藤浪長州の後を追う連中がですね、一応いい形でねその台頭しつつあるというところに一つの可能性というかね、まだ明るい見通しというのはありますよ ね、うん、すね。彼らがやっぱり伸びてくれば当然そのいろんな段階はありますけどもね、彼らの人の戦い模様が新日の新しい展開を生んでいくわけですよね。彼らはタイミング的に出てきたタイミングがいいと思うんだよね。いいですね。猪木時代が長すぎて、うん、で藤浪長州がもう30過ぎてもまだもたもたしてる、うん、でそれがもうだから結局猪木あの藤浪と長州の時代はできたところで短いわけだ、うん、で彼らの20代のあの3人が出てくるとまた長い時代ができるということで、彼ら一番タイミング的には得してると思うけどね。それもあと肉体的な条件もあると思うんですけども、うん、長州藤浪っていうのはあの、まあ、藤浪ジュニア上がりだったりしてなんとなく肉体的な存在感がいまいち希薄だったと思うんですよね、うん、その点橋本にしても長野にしても、まあ、武藤にしてもこうヘビーでやれる体ですよね、うん、これは一つの財産じゃないかなと思うんですよね。今日本マットからジュニアヘビー級上がりの選手っていうのはやっぱり軽いって見るからね、どうしても ね、だからウェイトアップしてもね、うん、やっぱりそこまでなんですよね、うん、どうしてもね。ですから確かに日本国内でやってる分にはね、そんなにその桁数に大きい選手いないですからね、うん、やれてもやっぱり対外人、例えばビガロとかウィリアムスとか、うん、ベーダーとかあの辺りが来ちゃうと、もうこれはね、歴然とやっぱり体力の差というか ね、そうですね。そういう意味で確かに橋本にしても長野にしても武藤にしてもまず体力的にはやっぱり体力負けするケースはないですもんね、うん。次に鶴田天竜の鶴竜構想に沸く全日本プロレスの今後のドラマ展開ですが、お三方は天竜革命の今後をどう見ておられるのでしょう。菊さん、まずですね、うん、この鶴田天竜戦、まあ、鶴竜戦争ですね、これが一応その3回行われてですね、一応天竜の2勝1敗という形でいよいよ第4ラウンドに今後入っていくわけですけども、この展開というのはこれからどうなっていきますかね。まあ、鶴田のやつと五輪コンビを組んでからは流言法が負け越してるし、はい、だから戦いの幅はシングルだけじゃなくて広がってると思うのよね、うん、で記録的には天竜が勝ち越してるけど、やっぱり追いついてきた鶴田の勢いってのもあるしね、うん、で天竜にも原にも確かに疲れが出てるから、これからは鶴田有利、五輪コンビ有利の展開になるような気がするけどね。二宮さん、そのあたりどうでしょうね。そうですね、まあ、今菊さんがおっしゃったように、多少天竜原組、特に原は腰が悪いんですね、疲れが見えてますね、うん、その点では、まあ、来年はもっとあの天竜組にとってきついとなると思いますね、うん、ただ今年の天竜の、
成果っていうんですか、天竜革命っていうのはものすごく僕はもっと評価してあげてもいいと思うんですね、うん、あの天竜がやったことによって鶴田も光ったわけだし、うん、でまずその総括をしてとりあえず天竜にあの今年の最優秀選手でも上げて、うん、でまた来年新しく始めさせてあげたいという気がしますね。でも天竜にとってはですね、大体その1年目で、まあ、その世界タッグを失いましたよね。その記念すべきその1年目でですね、それでちょっとその天竜同盟挫折かという部分もあったんですけどもね、逆にやっぱりあれ以後っていうのはまたさらにそのパワーアップしてきたというか、やっぱりそのまま落ち込まなかったですよね。これやっぱりその天竜の持ってるその良さというかね、やっぱりそのそこが深いなって部分があったんですけどもね、貴様のあたりどうでしょうね。天竜革命に踏み切った時に挫折があるっていうことは当然天竜だから考えてたと思うし、うん、それが3回や4回の挫折でやめるくらいならあの男は最初からやらなかったと思う、うん、もうとことんボロボロになってもやるぞという気があって立ち上がったんだろうしね、うん、全日本の中でああいうことをやるっていうのは本当勇気のいることだから、難しい状況だったですよね、うんうんうん、やっぱり過去にその例がないことでもあったですね、うんうん、で馬場を結局は納得させちゃったんだからね、うん、でもどうしよう今の天竜のね戦い模様を見てると、うん、天竜って選手は一つの負けたことによってねイメージダウンとか一つ の, その革命が挫折するっていう状況もないと思うんですね。やっぱり天竜そのもののやっぱり勝とうが負けようが生き様がなんかファンの ね, そうですね共感を呼んでる部分っていうのはすごくもっと強く感じるんですけどね、まあ、弓矢さんどうですかね。今前日の会場行ったら天竜と鶴田っていうのはどうですかね、64か73ぐらい天竜の方が多いですよね。なってますね。それはやっぱり天竜の生き様にみんな共鳴してるからだと思うんですよね、うん、あの肉体を痛めて、うん、でもうギリギリまでやると、うん、やっぱりそれがあの鶴田にはまあ多少見れないところが、まあ、あの残念なところではあるんですけども、うん、やっぱりその辺が、まあ、あの天竜が応援されている原因だと思いますね。さらにこの戦いというかその天竜革命の拡大という部分を考えた場合にね、やっぱりこのままの状況ではね、やっぱりいずれは当然一つの壁にぶち当たるし、やっぱり挫折とは言わないまでもね、何か一つのマンネリ化の道をたどっていく部分があると思うんですよ。でそれと並行してやっぱりそのアシュラ原のね、やっぱり一つの秒読み状態の問題もありますよね。やっぱり腰の悪化ってことが相当やっぱり一つの天竜同盟の今後ってものに影響を及ぼすと思いますしね、こういう面で天竜同盟拡大っていう部分はどうでしょうね。今全日本軍団の中にも天竜同盟に入りたい、あるいは入れた方がいいという選手は随分いると思うのよ、うん、ただそれが入ってしまってその勢力が全く均衡するとかえってなんていうのかな、革命という感じがしなくなる、ただの軍団対抗になる恐れも出てくるし、うん、天竜自身があまりに人を入れすぎることはその人間の生活までその変わらなきゃならんから、うん、やっぱりこういうことは少数でやった方がいいっていう意見には俺は賛成なのね。そう逆にその腹がじゃ例えばですね、うんうん、もうその腰の状態が悪化してってですね、うん、ある程度戦列に思う存分その復帰できなくなってきた場合、うんうん、これはやっぱりどうでしょうね。そのそう天竜以下ですね、やっぱり川田、冬木、小川、この3人しか、まあ、今のところ同盟はいないわけですよね。この3人でもプラス天竜で持ちこたえられてこれいきますかね。まあ、あの補充することはいいことだと思うんですよ、うん、その補充の仕方だと思うんですよね、うん、あの腹がダメだからじゃあ誰を入れる、スペアに入れるっていうんだったら、うん、これはやっぱりかなり天竜革命に揺れ動すると思うんですよね、うん、だそうなるとやっぱり誰かが、まあ、その誰かっていうのは分からないですけどもね、うん、あの天竜さんと一緒にやりたいというやつが出てきたら、あの腹とバトンタッチしてもいいんじゃないかと思いますけどね。でもこれ誰がバトンタッチするにしてもね、あの腹の後をね継ぐのもやっぱりそのちょっと話前後しますけどね、長州に対する浜口と同じようにね、やっぱりそのなかなかポストというか後釜はこれおいそれとは見っかんないんですよね。そうですね。俺一人候補いるんだけどな。誰ですかね。石川。石川隆。うん。うん、賛成ですね。僕も全く賛成ですね。確かに今の石川っていうのは多分にその、うん、まあその輪島の森役というかね、うん、その部分でしかちょっと一つの存在感がないですよね。でも輪島の森やめて天竜同盟入ったらあの男もっと光ると思うしね。でも内容的にはかなりやっぱり石川ってのはいいもの持ってますよね。持ってる。で最もなんとなくあの天竜のね思想に近いというか、うんうん、感覚的にもそういう部分があるんじゃないですかね。あの石川にはいい意味での思想感がありますね、うん、ありますね。やっぱり全力でやってるってのは伝わってきますよね、うん、だから、まあ、今今日さん言われたように輪島の盛り役っていうのは、うん、ちょっともうやめといて、うん、やっぱり一本立ちしてもらいたいと。で天竜と五分で組むと、うん、これ見たいですね。大体お盛りする人がいなきゃならんレスラーっていうのは困るんだよ。そういうことですね。うん、あと天竜同盟なり天竜の今後を考えてみた場合ね、よくその自分なんかもこれは思ってるんですけども、天竜が今の全日本プロレスのフレームの中で一つのアピールしてるのにはおのずからやっぱり限界があるんじゃないかと。これが他団体に向けられた時にね、これはまあよしよしは別の問題としてね、向けられると本当の人との世間一般の天竜の評価っていうのは大きく変わってくるんじゃないかという部分があるんですけどもね。ですから当然それはやっぱりアントニオ猪木でありやっぱり前田明という形になってくると思うんですけどもね、その辺の天竜同盟のねそういう部分の拡大っていうのはどうでしょうね。天竜自身がね
それを頭では描いてるけど現実的にまだちょっと早い難しいなという思ってるでしょ彼自身が、うんうん、彼自身がそう思ってる間は俺やっぱりやってもインパクト薄いと思うんだよね、うん、結局周りから仕掛けられたという感じで、うん、だ天竜革命は周りから仕掛けられたんじゃなくて自分がやったんだから、うん、天竜が前に言ってたようにもう全日本のフレームはみ出しても俺はやるぞっていう気になった時が、うん、やっぱりチャンスだと思うんだよね、うん、それが本人がそこまでこう気分が乗ってこなければやっても無理だと思う、うん、そうですね、うん、それとやっぱりあの前日という枠から飛び出すっていうね、うん、大義名分がいると思うんですよ、うん、例えばジャンボ鶴田にフォール勝ちだかと、うん、でも俺はもう前日で一仕事終えたと、うん、次は、まあ、前田だでも調子だでもいいですよ、うん、でそういう一つの大義名分をまず作ることが先だと思いますね、うん、それを考えるとねまだまだ確かに全日プロの中でその完全な確立されたものはないですよね、うんうん、そういう部分でやっぱりそれが1989年の課題といえばやっぱり課題になってくるんですかね。そうですね。ただ天竜がジャンボに何回やってもフォール勝ちできるようになったら天竜一番悲しむんじゃないかな。そうですよね。やっぱり届かないところにジャンボがいてくれればね、うんうんうん、やっぱり天竜も戦いがいがあるというかね、うんうん、そもそもやっぱり天竜も言ってたようにジャンボを本気にさせるとこの部分がやっぱり一番大きなその天竜革命のバックボーンだったと思うんですよね、うんうん、で本気にさせる本気になったら一番困るのは俺かもしれないなって言いながらやったところを俺非常に買うわけよ、うん、そういう部分でですねやっぱりここを まさにその戦いの第3章なんかを見てますとね、うんするとやっぱり本気になったというか、うんうん、やっぱり天竜が恐れてた部分がね出てきたような気がするんですけどもこの辺の鶴田の強さっていうのは二宮さんどう見ましたかね。いや、まあ、確かに鶴田っていうのは強いですね。もうこれはもうとにかく圧倒的に強いですよ、うん、やっぱりしかしやっぱり天竜の場合が助演男優賞だと思うんですね、うん、やっぱり僕は天竜に一票入れたいんだけれども、うん、確かに鶴田はもう実力の層がどのくらいあるか分かんないぐらい強いですね、うん、日本のマットが今一番強いと思いますよ、うん、しかしまあやっぱりプロである以上、うん、多少ファンにアピールしてもらいたいという部分が、うん、まあ多少気がかりの点であるんですよね、うん、菊さんどうですかね。もう鶴田っていうのは何百年に一人しか出ないような天才だからね、うん、その天才の才能をフルに引っ張り出すっていうのはやっぱり天竜しかできないし、うん、で引っ張り出したらあんな強い選手はいないし強すぎて天竜なんかも潰されるかもしれない本当に、うん、で今ぐらいの引き出し方が見てては一番楽しいけどね、うん、だ天竜なんかがねもうやっぱりしゃかり気になってからチョップを打ってきますよね、うん、あれはあくまでももうその天竜の気迫のチョップだと思うんですよ、うんうん、それに対してジャンボはね、うん、エルボーというねいかにもそのプロレスチックなね、うんうん、やっぱりテクニックでパッとこのやっぱカットしちゃうでしょ、うんうん、やっぱあの辺がねやっぱりジャンボはその本気にはなってるんだけどねまだ一つ奥があるというかね。そうですね。それとジャンボが本気になってるのは対天竜戦だけで他の試合はそれほどでもないっていうところはまだ問題があるんだよな。そうですね。ただでもこれはねやっぱりいろんな状況の中で日本人対決とですねやっぱり外人対決を比較してね、うん、同じ一つのレベルでねやっぱり見ようっていうのも難しい部分がありますよね。やっぱ外人にそれだけの一つのねやっぱり規約というか、うん、そのポリシーを持ってるかって部分もありますからね。やっぱりそれ全日本プロレスの昔からアメリカンプロレスが主流だったからその主流に乗ってエースになった人間だからそう簡単には変えられないと思うし、ね、まあ、逆に言ったら鶴田の場合今無個性って言われてますよね、うん、その無個性の個性ってのもこれあると思うんですよね、うん、その辺で開き直ったらかえって人気が出るんじゃないかという気もしますけどね、うん、でもこのままある程度エスカレートしていって1989年さらにこのおそらく鶴竜対決というのはです、ね、第4章第5章という形でエスカレートしていくと思うんですけども最後にやっぱり一つのこのまま勝利があるものであればねどっちがこれやっぱり握ると思いますかね。長い勝負になるとやっぱり鶴田の天才的な素質がものを言ってくるんじゃないかな。だ短期勝負だとね、うん、天竜が走れるんですよね。ところがこれがやっぱりその1年だ2年だというねこの引き伸ばし作戦にあっていくとやっぱり天竜の疲れがそのジャンボの一つのねうまさに圧倒されちゃう部分があるんじゃないかなって気がするんですけどね。まあ、革命っていうのはあれですからねその結果じゃなくてプロセスですからね、うんうん、でそういう意味においては僕はたとえ負けようが天竜が勝利者ではないかという気がするんですね、うん、それは俺もそう思う。だ今の全日本プロレス見ててね完全にこの一つの活気というか活性化させたのはねやっぱり俺はその前にいた長州じゃなくてね天竜だったと思うんですよ、うんうん、長州がいた間はまだやっぱり全日プロの一つの流れっていうのはそう大きくは変わらなかったですよね。でも天竜がやっぱり完全に根本的に変えたと思うしだ天竜にとってはその長州の影響を受けたのかもしれないけどもやっぱり全日プロを変えたというか活性化させたのはやっぱり天竜だという気がするんですけどもね。それはやっぱり途中で放り出さなかったっていうことですね、うん、ずっと持続してると、うん、これはやっぱり評価に値そうだと思いますね。それとさらにですねその、まあ、この鶴竜戦争の第三勢力としてそのタイガーマスクがですね一応決起軍というものを作って伸びてきたわけですけどもこの決起軍はちょっと今のところそのややかったるい部分があるんですよね。なんか存在感薄いね。でやっぱりこの秋から年末にかけてねこれという一つのアピールの度もちょっとないですしね。見ててやっぱりなんとなくこのまま自流に流されちゃうというかやっぱり
とても天竜同盟には行き着かなかったという部分がね感じる。でもただタイガー個人は非常にやっぱりいい素材を持ってるというか、うん、僕はまあ前日に提案するとしたらですね、うん、早くタイガーマスクマスクを取ってあげたいですね。はで彼は本格派のレスラーで、うん、まあ、ルーテーズの流れを組むっていうんですか、まあ、そこまでいくかどうか分かんないですけど、うん、そのぐらいの素質のある選手だと思うんですよ、うん、やっぱりその資格の問題とかですね、マスクをつけてたらまあ不利になることもあるだろうし、うん、そういうハンデになることは少しでも取ってやるということが大事じゃないかなと思いますね、うん、本人の意思がね、マスクつけてやってもいいと、うん、ルチャリブレも嫌いじゃないと、うん、言ってる間はやっぱり無理に取らせることもないだろうね。無理にはもちろんそうですけどね、うん、ただ無理にかぶせるのも問題だよなだそのタイガーマスクってのは確かに、ね、その仮面をつけた時の個性と、うん、彼 の, その脱いだ状況の中の、ね、一つの個性って非常にやっぱりいろんなちょっとギャップがありますよね、うん、だそういう部分でどっちがね本当のタイガーの個性として伸びてくるとよりいいものなのか、この辺の判断はちょっとこれやっぱ第三者で非常につきにくい部分ですよね。そうですね、本人も今考えてんじゃないかな、一時脱ぎたいっていうことも言ってたしね、うん、でも顔もハンサムだし女性ファン増えていいんじゃないですかね、うん、という気がしますけどもね、これでどうでしょうね、1989年を見てみた場合ですね、やっぱり鶴田があり天竜がありもちろんタイガーマスクはあるんですけども、それ以外に全日本プロレスの中で誰か伸びてくる一つのニューウェーブというかいますかね。俺は瞬時を買ってるんだけどね、伸びてきてほしい素材ですね、これはね。2メートルあるんだからさうん、あれだけジャンプ力持ってんだからさ、うん、これ伸びてこなきゃおかしいよ。素材的には高野俊二でしょうね。やっぱり第4の男として伸びてくるにはいい、まさにいい体型を持っててね。しかし、まあ、石川の、ね、最後の大勝負っていうんですか、うん、それをちょっと見届けたいという気はしますね、うん、それとあとはやっぱりその外人問題に関してはですね、そのポストブロディ、うん、やっぱりこれを誰にそのスポットを当てる、まあ、ハンセン、例えばブッチャーシーンだけではちょっとこれはもう来年から持ちこたえにくいというかね、ですからやっぱり誰が今度このハンセンとやっぱ渡り合える外人としてやっぱり上がってくるかでしょうね。まあ、今年初来日がだいぶいて、だいぶ掘り出し物がいたから、いましたね、これを1年2年と続けていくといいのがどんどん出てくると思う。で彼らを競わせれば、で外人組エースになれば日本でこれだけのものは、まあ、早い早いしプロだから稼ぎになるんだよってことが励みになればどんどん出てくると思うな。そのあたりを楽しみにしたいと思います。